この番組は静岡市に住む外国人の方々のために優しい日本語で放送しています。藤井です。柴田です。まずは政務からのお知らせです。静岡カンヌウィーク2015、静岡市の姉妹都市フランスカンヌ市で行われるカンヌ映画祭と同時期に、静岡市内で静岡カンヌウィークというフェスティバルを開催します。静岡会場ではフランスの街角をイメージしたマルシェという市場にフランス料理やワイン、雑貨などのお店が出店します。清水会場では富士山の見えるヨットハーバーに巨大スクリーンを設置し、シェフの作ったパスタやワインを楽しみながら屋外で映画を見ることができます。今年はプレ事業としてトロ遺跡でも野外映画上映が開催されます。映画だけでなく食事、音楽、アートなどさまざまなイベントが用意されているので、ぜひご家族皆さんで遊びに来てください。期間は5月9日土曜日から24日日曜日。場所、トロ遺跡会場9日、静岡会場16日17日、七軒町名店街旧ピカデリーゼロほか、清水会場23日24日、清水マリンパーク。詳しい情報はこちらをご覧ください。日本語のみです。マイナンバー制度が始まります。2016年1月からマイナンバーの利用がスタートします。マイナンバーは住民票があるすべての人に一人一つの番号を交付し、社会保障、税、災害対策の分野でスムーズに情報を管理し、複数の機関にある個人の情報が同じ人の情報であることを確認するために使われる制度です。マイナンバーを導入すると、次のような効果が期待できます。手続きが正確でスムーズになります。必要書類が少なくなります。不正な給付を防止します。2015年10月から、住民票があるすべての人に、12桁のマイナンバー、個人番号が通知されます。また、マイナンバーは、中長期在留者や特別永住者などの外国人の人にも通知されます。通知は、住民票の住所に送られます。いろいろな手続きに必要になりますので、大切に保管してください。詳しくは、ホームページやコールセンターへ問い合わせてください。電話番号は0570-20-0178 です。受付時間は9時30分から17時30分まで。土日、祝日、年末年始は除きます。通話料はかかりますが、英語、中国語、韓国語、スペイン語、ポルトガル語でも対応します。電話番号は0570-20-0291 です。ホームページはこちらです。ホームページも英語、中国語、韓国語、スペイン語、ポルトガル語に対応しています。清水港まつり総踊り講習会のお知らせ。第68回清水港まつりは7月31日金曜日から8月2日日曜日に開催します。開催に備えて清水港まつり実行委員会は無料で踊りの練習会を開きます。港かっぽれ総踊りの全曲を練習したり、1日1曲ずつ練習したりします。総踊り講習会は清水総合運動場体育館で開催されます。参加を希望する人は室内用シューズを持って行ってください。いずれの練習会も参加費は無料で誰でも参加できます。参加希望の方は直接会場へ出かけてください。
練習の日程は主に週末ですが、会場によって時間や練習をする曲が違います。詳しい内容は清水港まつり実行委員会電話番号 054-354-2189 に問い合わせてください。日本語のスタッフが対応します。こういう機会にいいですね、ですね、踊りを覚えるというのも、ね、はい、いいです ね、はい、ぜひお出かけください。はい、南海トラフ巨大地震に備えて今週のワンポイントアドバイス、災害用伝言板携帯電話 PHS。 地震が起きると携帯電話を使う人が増えます。なかなか電話がつながりません。災害用伝言板を利用してください。伝言の登録は携帯電話のトップページの災害用伝言板を選びます。次に登録を選びます。そしてメッセージを選びます。コメントを書くことができます。最後に登録を選びます。これで伝言の登録ができました。伝言の確認はまずトップページの災害用伝言板を選びます。次に確認を選びます。そして相手の携帯電話の番号を入れます。そして検索を選びます。伝言の検索結果が出ます。このような手順で行ってください。 iPhone を使っている人は災害用伝言板アプリをダウンロードしてください。日本語と英語を選ぶことができます。災害用伝言板の体験サービスを毎月1日、15日、防災週間、8月30日から9月5日、防災とボランティア週間、1月15日から21日、そして1月1日、正午から3日午後11時に利用することができます。以上、政務からのお知らせでした。